私はもうダメだ。私が私でなくなってしまう気がして、生活のことについて相談したい。そんなわけなかろう。そっちが悪いぞ君。実は今メイン使いのハードが故障しておってのは修理中なのだ。一日10時間以上没頭していたゲームが生活から抜け落ちておる状態だ。結果8時間の睡眠をとり、授業にも遅刻せず、みんなとの談話を楽しみ、こともあろうか健康的な生活を送ってしまっているのだ。なんだろう、由々しき事態。何を言う。真人間になるなど私の人生哲学に反しておる。一刻も早いリハビリが必要である。何かゲームはないのか。ゲーム、私にゲームを。やむを得ん七並べだ。なるほど、二人で七並べというのは互いの手札がほぼ丸見えなのと同じ。嫌じゃ嫌じゃ嫌じゃ。こんなものでは満足できんぞ。私のゲーム脳を甘く見すぎなのだ。あ、もうこんな時間か。今日は授業で宿題が出ておったのだった。やるべきことを放置はできまい。もその前にもうすぐ夕食の時間か。先に体を動かしておくとしよう。空腹は最高のスパイス。食事が一層美味しくなるからな。キャプテンも一緒に汗をかかないか。私はゲームがなければこんな真面目な人間になってしまうのか。いいかいいかいいか。キャプテンがトランプで滑って転ぶ。予期せぬエラーではないのか。この状態以上なのでは。栄養のある食べ物で回復、もしくは解毒作用のある薬草。気力回復に効果があるのは時間経過、もしくは気分転換やリラクゼーション。今すぐに行える手軽なものとしては、宿で睡眠。そうだ、早速準備を。何？修理の済んだゲーム機が届く？こうしては折れんぞ。すぐに快適なゲーム環境を整えなくては。キャプテン、失礼した。ゲーム三昧の準備をしなくては。たまには君も一緒にゲームをするか。気が向いたら、いつでも声をかけたまえ。